ローマ領域と拮抗する女王の陣営か。随分と破格のサーバントを揃えているようだが、生きる城塞中原の猛将を制御しきるとは、敵ながら見事な手際だ。さらには敵方の領域支配者も独自の方策を持っている模様。どうするね。危険の中へ自ら飛び込むようなものだが。そりゃ願ったり叶ったりだ。アトゴーラなら俺の独壇場だからな。相手があのバーサーカーなら申し分もねえ。領域の支配者ともども仕留めてやるよ。僭越ながら今回は私も協力いたしましょう。セラフの神王のもとに集った無双の英雄たちよ、存分にその力を振るわれるとよろしい。ほう、何でしょう太陽の巫女。この私が参謀補助を仰せつかったことに異論でも？いや何、互いにセラフじゃ古株の部類だ。てめえがどういうやつか知ってるつもりでいたが、まさか自分から戦いに加担するとはね。どんな心境の変化ってやつだ。いや、冷静冷酷なてめえに心境なんて言葉を使うのは無礼だったか。相変わらず冗談がお上手だ巫女よ。私は忠実な神王のしもべにしてムーンセルの義士、それ以上でも以下でもありませんとも。ま、そういうことにしとくか。せいぜい参謀役とやらに勤しんでくれや。そろそろ行くぜ。てめえらにクランの猛犬の牙を見せてやるよ。全部奪ってやるよ。お待ちしていました。あなたたちに勝ち目はありません。ここはすでに私の目の中、アンドロメダの檻と化したのですから。彼らの力は半減しています。バーサーカー、蹂躙してください。セラフ内に存在する地脈を利用した攻撃性結界のようですね。魔力の起点となるセクターを指示します。全て制圧すれば結界は解除されましょう。ふっ、始めるか。なるほど、そういう仕掛けかよ。じゃあ指定セクターの制圧に向かうか。私の宝具を一目で看破した。よほど魔術に長けた参謀がいるのですね。おお、結界の類か。随分と強力なものではあるが。これは弱体化の効果を持つ結界か。いい成果を出したようだ。こちらも見習うとしよう。いいですね、見事な手腕でした。お見事です。状況を始めよう。まずはセクターの制圧だ。うざって、出直してこい。500体撃破とはいよいよ波に乗ってきたな。1000体撃破とは、いやはやサーバントというものは全く。制圧完了だ。このまま全部奪ってやるよ。領土を広げたか。わしも負けておられんな。かか、よくぞ参った。存分にし合おうではないか。おら、突き飛びな。その調子です。結界を維持している
全てのセクターを制圧するのです。味方が襲われてるじゃねえか。もたもたしていられねえな。戦闘は避ける。結界魔術で君たちは弱体化している。結界を解除するまでサーヴァントの相手は後回しだ。良い仕事ぶりだなマスター。状況を始めよう。まずはセクターの制圧だ。忙しいね。しましたよ。状況は終了した。何？期待に応えたまでさ。制圧完了だ。このまま全部奪ってやるよ。やりましたね。我が軍の領土が増えましたよ。逃がさねえよ。行くぜ。私のプラットフォートを本当に解除した。ようやく本調子だ。これまでの分暴れさせてもらうぜ。機は熟しました。今こそバーサーカーの撃破を。うざって出直してこい。クランの猛犬押して参る。ストラなんだ、わしも礼の一つは言うぞ。
さん動き始めたな。助けに行くだろマスター。バーサーカーを倒したな。よし、敵の戦力は大きくそがれたはずだ。遅いぜ。味方が襲われてるじゃねえか。もたもたしていられねえな。もう完全に押されてるじゃねえか。間に合うか。私の毒は甘くしびれますよ。もう完全に押されてるじゃねえか。間に合うか。仕方ありませんね。面倒ですが私がお相手しましょう。戦線を維持できず、とうとう出てきた。仕上げていこう。やつを倒せ。うざって出直してこい。結界を張ってたのはてめえかよ。相も変わらず回りくどいやり方だな。覚悟はできてんだろうな、ライダー。同じ言葉を返しましょう。あなたは私が倒します、ランサー。行ってこい。私しますルザムにもがいてもらいましょう。やっべえ、ほっとくと回想すんぞ。あれ殴り込むぜマスター。うざって出直してこい。クランの冒険押して。これは少々遊びが進みましたが、えっ、いけんぞ。お役目だ。おいでよ。やるものです。敵ながらお見事でした。認めたくはありませんが、ここまで到達された時点で私の敗北は決定していたようですね。あなたの勝ちです。好きにしなさい、ランサー。なんだよ気持ち悪いな。潔いにも程がある。いつものこう、なんだ、忍び寄るような陰湿さはどうした。それがてめえの巣ってわけか。それとも今回はマスターがいないせいか。一つ尋ねるぞライダー、なぜ女王の帝国とやらに組みして戦った。名武もどきに神戸を垂れるような女かてめえ。あなたこそ暴君として人類史に名を刻んだセイバーの側に立つ男とは。そいつは俺を買いかぶりすぎだし、あの皇帝陛下を侮りすぎってもんだろうな。あれはあれで大層真面目なもんだぜ。どっちもまあ真剣にセラフの未来を考えてやがる。少なくともあのメギツネ、メイブモドキの女王よりはマシだろうよ。そうですか。そちらのセイバーは前向きのようですね。お、隠していた殺気も消えたな。最後の一髪もなくなったか。つまらねえが、ならこっちもてめえの心臓を貫く理由はなくなった。ま、元から女を殺すのは好みじゃねえしな。私を殺さないのですか。あのランサーとは思えない反応ですね。女をなぶる趣味があるように見えるか。俺がてめえから頼まれなきゃ殺さねえよ。次に戦場で会えば手加減なしで心臓をえぐる。わかった。領域の支配者めの反応が消えたか。これはレガリアの機能で疑似転移でもしたか。ともあれ見事な働きであった。さすがよなクーフーリン。ヨウのことも何やら褒めちぎっていたようだしな。褒めてねえよ、素朴な感想だっつーの。オウ君かと思えばガキみたいに素直にはしゃぎやがって、やりづらいぜ。ったく